社会民主連合、社会民主連合、社会民主連合、A、ソシアリストデモクラティックフェデレーション、SDF は、かつて存在した、日本の政党。略称は社民連。1978年、日本社会党を離党した、国会議員を中心とした、社会市民連合と、社会クラブが合流して結成された。1994年、日本新党、 新党先駆けへの合流に伴い解散。自由民主党の一党支配を終わらせることを第一の目標に掲げ、社交民路線を推進した。議席数はごく少なかったが、反共、日本共産党を全体主義政党と非難したの立場と、社会民主主義を軸に、自由民主党と日本共産党を除く、非自民、非共産各党に対し連立のための歩み寄りを、 説得する活動で、党制以上の影響力を行使した。その交渉で他党に妥協を解く必要もあって、自党の政策を推進することよりも、政権交代を最優先と強調した。党員を、会員と呼ぶなど、政党というよりは、緩い連合体を施行していた。ここでは、社民連の前身となる、社市連と、社会クラブも含めて解説する。日本社会党の枝三郎は、 社会党初期長時代の1962年にアメリカの生活水準、ソ連の社会保障、イギリスの議会制民主主義、日本の平和憲法を四つの柱とする新しい社会主義像、エダビジョンを称し、党内左派と対立。1976年2月に野党による超党派政策研究集団、新しい日本を考える会を結成するが、12月の 総選挙で落選し、社会主義協会との確執を深めていった。その後も、枝三郎は、社会主義協会や日本労働組合総評議会、総評と対立を続ける一方で、矢野淳也、佐々木良桜と社公民政権構想を打ち上げるなど、独自の活動を続けた。百七十七年二月八日、第四十回社会党党大会で、共産党を排除した形での、 野党協力、具体的には、社交民新自由クラブによる、革新、中道連合政権構想を求める、意見書を提出した。しかし、事前に、大会で、枝意見書を潰すと表明した、社会主義協会などの激しい反対により否決された。大会は、枝球団大会の状況を提していたという。ついに3月26日、枝は、社会党を離党。市川塞の下で、 ボランティアとして働いた、経験のある、カンナオと構造改革派の安藤神兵衛らと、社会市民連合を結成した。当時、落選中のみだった、江田三郎は、同年6月の参院選に、出馬の構えを見せたが、公示直前に死去。息子の江田佐月が代わりとなって、全国区から立候補し当選した。一方で参院地方区から立候補した旧候補、参院選と、 同日選挙となった都議選に擁立した旧候補は全員が落選する結果となった。1977年9月28日、9月26日に社会党を離脱した田秀夫、畑豊、奈良崎矢之助が結成。前年に結成された社主連と社会クラブ、前年の12月に社会党を離党した安倍昭吾が参加し、 1978年3月26日に結成された。なお透明については、社会市民連合のままとする案や、新社会党や、社会民主党など、複数の案が出たが、結局、社会民主連合となった。1981年に反自民共闘を念頭に、新自由クラブと院内会派である新自由クラブ、民主連合、新自連を結成した。 1983年の第13回参議院議員通常選挙では、比例代表選挙に新自由クラブとの統一確認隊である新自由クラブ民主連合、熟連を結成、田比例を代表名簿搭載1位で擁立、当選させた。院内会派は後に解消したが、新自由クラブ会党後は、田川誠一の新歩党と統一会派である、新歩民主合、進む民連。 会派代表は枝を組んだ。半自民、非共産共闘の理由から1986年の総選挙の後、所属の衆議院、議員4人が、日本社会党会派と民社党会派に2人ずつ、分かれて属することで、枝、菅が社会党会派、安倍、奈良崎が民社党会派、民社党会派が、日本共産党を上回り、国会運営から、 日本共産党の排除に成功したこともあった。選挙においても、社会、民社両党を中心に、公明、新宿の候補まで幅広く推薦することで、野党共闘の足掛かりになろうとした。1992年の PKO 法案では、法案推進で、自公民路線への傾斜を強める公明、民社を止めることができず、社民連は、連合参議院と共に、 PKO 参加自体には賛成するも自衛隊と別組織によること、国連平和旅法安心議事における時、公民合意内容を訴えて反対し、結果的に社会党に接近する形になった。この後、社会党と単独で統一会派を組んでいる。なおこの時、社会党本部に江田三郎の家が掲示された。1992年の 第16回参議院議員通常選挙には、サラリーマン新党の青木シを名簿1位として、西風君、西川三木並びに、渡辺文学を比例代表選挙に擁立し、選挙区では新歩党公認の丸山正也、神奈川県選挙区を推薦したが、獲得議席ゼロであった。党の第1の目標であった、政権交代は、1993年の、 細川連立内閣の成立で実現し、衆議院に4議席ながら、閣僚も排出した。1994年1月、社会党との統一会派を解消、日本新党との統一会派になった、ただし奈良崎矢之助は、社民連統席のまま社会党会派に残った。1994年5月に、社会民主連合は解散した。枝佐月と安倍昌吾は、 日本新党を経て、新新党に参加。菅直人は、新党先駆けを経て、旧民主党に参加。奈良崎矢之助は、社会党会派無所属を経て、同年12月に自由連合に参加。伝秀夫は、同年1月に日本社会党脱党者との無所属会派五権リベラルの会を経て、同年9月に、新党五権リベラル、その後経営は、市民に、省に参加した。 社会市民連合社会クラブ社会民主連合内の党内ポストは入閣直前のポスト参考文献石川真澄、一部山口次郎による過筆、戦後政治史2004年8月岩波書店岩波新書 ISBN400 から43904から2楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください